ここはエビスのクリプトカフェバー先週に引き続き建築家の熊健吾さんをお迎えしています熊さんの中で負けの建築の話をしてて、うん、その建築家がこうもっとハンブルでこう、うん、でもなんか勝ってるような気がするんだけど今の話 <laughs> 地域の文化や気候、自然環境に根差した建築を目指し自らの作品を 負ける建築と呼ぶ熊健吾さん前回は東洋的な思想について盛り上がっていましたがどうやら今回はテクノロジーについて話をしているようですテクノロジーの方の話ちょっとしていいですか隈 <laughs> さん最近 AI とか BR とかそういうテクノロジーってちょっと話は聞いてるんですけどどのぐらい使ってるんですか 自分章の中では実は別に禁止していなくて、うんうん、やりたいやつ、使ったやつやったら使っていいよって言って、ミッドウェイジャーニーなんかは、圧倒的に今までのプレゼンの方向って変わるわけですよ。そうですよね。例えば、海際の 気持ちいいリゾート熊憲語っていう感じでちょっと出てくるわけ <laughs> おおって言って出てきて<ー>でで,でもまあそれは何となく既視感はあるからはい、はい、そのままは嫌だけどそ,、ね、そのプレゼンの時にこういうオプションがありますよの時みたいな時に<あ>そういうものをもうみんなどんどんクライアントに見せてってやっていくわけですよね。さんのの書いててるものにもにややっっぱり数学がどうやって アーキテクチャに影響してきたかっていうのが<ー>あるじゃないですかそしてそのコンピュテーショナルデザインのところも何世代かでこう導入されていて、ね、だからまあその延長なのか,、ね、か今の生成 i t のそういうプレゼントかには使えると思うんですけども多分これからもうちょっとシンボリックな構造化された AI が出てくると、ね、まあ数学 熊さんもそうですよ、ね、確かあの中華のアマチュアなんかの勉強して、うん、いろんな今までできなかった形とかをやったってうん、うん、そっちの方ではまだあんまりコンピューターは使ってないですか<や> AI は。えっとねそっちの方はねもう AI じゃなくて普通にその 3D ソフトの延長でそういうのはどんどんどん,どんな形でも作っていけるからその部分が AI でどういうふうになるか っていうううのはどうなるんでですすかねねそ一つは今の生成 AI っていうのはどっちかっていうと本当にこう「うのの夢」みたいな感じなので、うん、まあ本当なのかどうか分かんないものがいっぱい出てくると思うんですけどもうん、うん、もうちょっときちっと構造を理解したモデルも出てきていてうん、うん、そうするとこう生成 AI 見てるやつを。 今度、スキャンして、その構造をきちっとモデルを作って、それが本当にあり得る物理学かどうか検証して、それをまた動かすということができるので、だから多分、CAD のソフトと生成 AI を行ったり来たりするようなものだとか、あとは今、フォトショップとかではだいぶ出てきてるけど、全部きちっとした構造なんだけども、ここの空白のところを埋めてくれとか、だから多分、ツールはすごく良くなってくると思うんですよね。あとはこれとこれを合体するとどうなるかみたいなので、だから。 多分短期的にはこうブレインストーミングだとか、優秀な建築家とか、そのアソシエットたちがこう生産性がすごく上がるツールはどんどん出てくると思うんですよね。いや生産性をめちゃくちゃ高くなってますね。うん、もう、その間埋めてくれみたいなやつをね、圧倒的に今までだったらもう何ヶ月もかかるようなやつが、もう数分で間埋めてくれるから、それはね、そういうまあパラメトリックデザインって僕だからが、僕がちょうどコロンビアに行ってた頃に、バナルチュミっていうのが。 一体を噛み使うなって言ってのが、えっと、チュミが来たの87年かな、なんか、コロンビアに来て、それがあの建築の世界でおいては、初めてペーパレスが始まって、パラメトリックデザインって言葉をみんな使い始めて、で、でもその頃は、技術的にはかなり幼稚なんだけど、その後の、もう、技術的にはめちゃめちゃ簡単に全てができるようになったので、まあ、その AI が来たから、それが、 また違うレベルに行くっていうのが、生成 AI は明らかに違うレベルに行ってるんだけど、そこのパラメトリックはなんか違うレベルに行くっていう実感が薄いんですよね。そう,ねそうですね。だから、もしかすると、クリエイティブな表現を数学のモデルに落とし込むとか、うん、なんか構造化と構造されてないのを行ったり来たりだとか、あとは、うん、あの、多分、 見積もりを出すとかね、うん、プロジェクトのプランを作るとかっていうのは、だんだん結構自動化が進んでくるんじゃないかな。ただ、最後は誰かがチェックしなきゃいけないっていうのは当分続くと思うんですよね。当ですよね。だからそこはね、その最後のチェックっていうのは、やっぱり、今だからうちの事務所全体だと、400人ぐらいにないるわけですよ、うんうん、世界で。それで、で最後のチェックは僕だけする、な、するっていうのが、実は可能なんですよ、今だと。うん、だから昔は400人の事務所がいたらば、うん、完全に縦割りにいろいろ分けてって、 設計一部なんかいて、そ,う,、ね、そのこう、こう、べんちゃみちゃに分けないとチェックができなかったんだけど、今は400人のものがいろいろスタディして送ってきても、僕は、うん、この辺、これはこの辺とか、うん、形、うん、この辺とかいうふうにチェックして、こうふうにとか、こうふうにっていうと、うん、それがばーっともうすぐにまた形で戻ってきて、で、構造設計のエンジニアの方も、そのデータがすぐ行って、それで、あ、これ持ちますよ、持ちませんよ、とかいうのが、うん、それが400人規模だとできるようになったっていうのは、 今の2024年だからできるようになったんで、うんうん、だからその世界の設計事務所の中で、多分、えっ、ー、と、ザ・ハディともよまあ、くなったけど、ザ・ハディ400人ぐらい事務所寄付と思ってるし、うんうん、ポスターなんかは1500人ぐらい、うんうん、それをポスターがまだ見てるかどうかよくわかんないんだけど、うんうん、1500人ぐらいが一応アトリエ事務所で成立する。うんうん、なるほど。 で、ちょっと変な質問していいですか、あの、<laughs> クバさんの中で負けの建築の話をしてて、その建築家がこう、<laughs> もっとハンブルでこう、<laughs> でもなんか勝ってるような気がするん今の話聞いてると。で,で,でその400人ぐらいは、だから大体今、その、僕がコンペティターだなと思ってるような、うん、ザハのとことか、あと、ビークって、デンマークのビークとか、はいはい、彼はアメリカで次ぐにやったそうなんです今、ね、一緒にブータンで 新しい年をやってて、僕もそこ助けてるんですけども、今彼が。マスタープラン。なんか映画発表されてたんですか?で。で、一応マスタープランは彼で、で、ね、うん、多分そこの、これから。いろんな、他の人たちも入ってくるんですけども、うん、彼でも最近本当に。結構話題になってますよね。若いんですよね。彼はね、彼はやっぱし、ある意味では一番、その中国的なところをも。 でも受けるやり方分かっててうん、うん、だからアメリカでも中国でも両方で受け方が分かってるですね。数少ない人間。うまいですよね。うんうんうん、<laughs> だからそのビッグの事務所も多分僕と同じぐらいの規模でそのぐらいの400人ぐらいの規模はだから今こうバーッとネットでイメージが拡散したらばあっという間にいけるような規模なんだと僕は感じてるんですよね。なるほども建築家はだから スタイルは変わるけど、なくならないですよね。物を建ててる限りは。<laughs> だけど、もっともっと、他のレイヤーでも、このセンシビリティとか表現を設計できなきゃいけないですよね。うん、そうですよ。そこがね、うんうん、やっぱしね、そのレイヤーがあんまり変わった感じがしないっていうのが、僕は今、建築家のすごい問題と思っていて、でレイヤー変わったら変わるって何かなっていうと、うんうん、まあ、僕はやっぱりパビリオン作るのが好きなんですよね。うんうん、パビリリリオンだとママテテアアルル選んできてそのマテリアルの アセンブリンのやり方とかジョイントのやり方とか全部含めて自分でコントロールできるからああるだから絵ができて何かにするっていうんじゃなくて<ー>物が先にあってか物から逆に絵ができるみたいなのがパビリオンできてうん、うん、それこそ茶室の世界千的の世界なんだと思うんだけどそれはあの 別のレイヤー、ね、自分にとっては明らかに別のレイヤーで、はい、それをやってないと、400人とただいいとか悪いとかキャッチボールやってるだけだと、すごい虚しさが、うんるね、パビリオンはリアリティで存在しないような、とかったものも作れちゃうって、そうそう熊さんはこれまで数多くのパビリオンを手がけてきました。その度にに新たなな素材や構造などに挑戦し ここで得られた知見が後の大きな建造物にも生かされているといいますこのパビリオン製作が熊さんの原動力の一つになっているわけですね熊さんの話してたのにも入ってましたけどお茶室もそういう文脈もあるわけですよねお茶室はまさにそういうものだったからうん、うん、だから千利休がやっぱお茶室って小さなものの中に濃縮してやったっていうのは、うんうん まさに僕がやろうとしてるパビリオンと同じことをやってて。うん、で、中国はお茶はあってもお茶しかないわけですよ。ないですよね。うん、だからあれは本当に不思議で、あそこまでお茶の葉っぱには来るし、いろいろ来、うん、る人たちが、パビリオンだけはセンスは全く欠如してるわけですよね。うんうん、だからあれはね、そこのところは、そのレイヤーは日本人だけはもしかしたら、すごく特技で持ち上げるレイヤーかもしれないな。うんうんうん もう必要以上やって極め切っちゃうって、日本人の特徴ですよね。うんうん、あれってど,どっから来るんですかね？なんかアジア人に悲しいもないですよね。ない、うん、ないです。うん、それはね、やっぱり大昔からあったって考えるんじゃなくて。僕は。 やっぱり千利休なんてある一つのターニングポイントだったし、はい、その前足利の吉政がもしかしたらターニングポイントだったかもしれないしってそういうなんとなくターニングポイントで日本人がそういう努力をつけてきたんであって、うんうん、やっぱり時間が必要だったんじゃないかなと、ねね、あと僕もちょっと勝手な仮説なんですけどなんかスイークロードの終わりだからいろんなもの流れてくるんで、うん、島で場所はもうない、うん、なのでこう 増加できない。か決まった場所の中ですごい長い時間、生きがいを感じなきゃいけないので、深く行くしかないっていうような感じで。<laughs> で,で、やっぱりこうみんなが拡大しようとすると、多分戦争になって、それこそ戦国時代になって、もうこの決まった土地でこんだけの人間がハッピーにならなきゃいけないので、ポライトなお宅にならないと、生きがいを感じることができないんじゃないかなとで。日本はなんかベンチャーはちょっと弱いのは、やっぱりその拡大しないで生きがいを感じる うん、ミシュレンスターのレストランが400軒もあるのは、やっぱりこう、とにかくこう、与えられたリソースの中でやるっていうのは、これは多分、発展する経済作るのにはあまりいい、いいっていうか、あの、勝つストラテジーじゃないけれども、今度はその、摩擦の戦争の世界と、環境破壊の世界になると、意外にこの日本人のポライトで、 与えられたものの中で頑張るっていうのはなんかもしかするといい美学なんじゃないかなっていう感じがするんだよねうん、うん、いやその美学を作るところまでは日本人はすごいけどそれは実はその美学は なんかうまいパートナーとか組めば絶対世界でいけるわけですよね,、うん、すよねだからそのフランク・ライトが最初の話に戻るとそのライトが日本に興味を持ってそれでそれをライトのスタイルで親指が出てて開口部がでっかくて中フリープラーみたいのはそれはライト自身ではちょっと変な親父っていう感じでアメリカで受けて天才的だけど変な親父だったけどやっぱそれがヨーロッパ行ってヨーロッパでやっぱ一番ライトのうまく使ったのはミース・ファンデル・ロイがライトの建築一番うまく それでそれを鉄とガラスで、うん、こうライトの変なおやジの部分を全部こう脱臭して、うん、<laughs> その、うん、こうビースの建築にしたらば、うん、それはもうバーッと世界に広がってるある種大ビジネスになるわけだから、はい、なんかそういう,こう日本人と誰か組んでみたいなね組み方があると。 僕はそそれビジネスなると思いますすうでよねやっぱり東洋と西洋のこのうねるようなインド洋みたいな感じで動く分野がやっぱり元気になりますよねビデオゲームだとかでお茶で言うと最近僕私服に凝っててでやっぱり見るとインドのウッドブロックが日本とかに来てそしてヨーロッパに行ってヨーロッパ自分たちの作ってまた逆輸入してであの何百年前もあったんですよねそういう建築にもあるんですけどもだから今こんなにこう トラベルも簡単だし、マーケットがグローバルになってるので、うん、なんかもっともっとそれがいい形でできる時代なんじゃないかなと思うんですけどね。そうそう、だからそういうあのエクスチェンジはもう昔から実はあって、で、そのやっぱりアジアっていうものがそういうもののうまくリソースとして使われてたわけですよね。ねだからやっぱり日本人が 僕はうまいパートナーを探していけばね、うん、僕はめちゃめちゃ可能性あると思いますけどね。ねまあ、多分、だから日本のまあバブルの頃なんか一番そうだと思うんですけど、結構こう、自分しか見てない日本ってありますよね。<laughs> あんまり英語話さないし、結構日本のマーケットが適当に大きいから、やっぱり移民も入れないし、海外に出ない会社もたくさんあるので。<laughs> そこのグローバルじゃない日本も一つ、うん、まあ勝手に変わるんだろうと思うんだけども、も、うん、そこがもっと起きてない理由の一つなんじゃないかなと思うんですよね。うんどうですねだから僕なんか、ある種ラッキーなのは、建築の設計の部分っていうのは、建築業と違って、リスクの部分が少し少ないから、建築業だと例えば中国ででっかい仕事で失敗したら、本当に会社が潰れちゃうなぐらいの話だけど、建築設計の場合っていうのは、図面書いた分はすぐお金回収してみたいな話でいけるから、ほとんどリスクはない中国でも仕事。 でも同じように日本の建設業とかレベルとしてはすごい高い技術持ってるから。うんうん ちゃんと中国のマーケットなんかに入っていけば、すごいことできた。んだけどうん、うんね、ちょっとでも時期的にね、建設業で言ってて、うんうん、その竹の家作った2000年の頃は、中国の建設業なんてもうレベルがすんげえ低かったんだけど、うんうん、この20年間で驚異的に彼らキャッチアップしちゃって、<ー>2000年だったらめちゃめちゃ多分入ってきたのに、ねね、今2024年に日本の建設業入っていけるかなっていうくらいのキャッチアップは、20年間で違う世界に中国はなりましたね。はいうん 熊さんが初めて中国に進出したのは2000年頃のこと前回の配信でも登場した竹の家が中国で最初のプロジェクトでしたこの頃は集まった竹のサイズがバラバラだったり曲がったりしていたそうでクマさんはこの違いを逆手に取って個性的な作品を生み出しました作品の特徴でもある周囲の環境に溶け込む建築は ここんんなところにも現れてるんですねあの日本人は器用だっていうのってただのこうステレオタイプだとよく思ってるんですけどもでもやっぱりいろんなところありますよ、ね、建設、うん、この間たまたまアメリカの医学の学者と話してて、うん、で彼すごいこと言ってたのはあの日本の手術する人がすごくやっぱりうまくて、うんうん、で日本のトライアルっていうのは、うん、海外では認めないのは日本でできるものは海外でそれをね レプリケートできないんですって。こう、腕が違うので、だからその、日本の患者さんの結果は全然出ないんだって。これやってる先生たちが違うので。でもこれも何なんですかねこれ文化なんですかね何なんですかねこう細かいことが上手だっていうのも。ああ、それもよく聞かれる質問で、だから日本の建築はどうして繊細な感じがするかを、理由を挙げろって言って、で、 僕はそれは遺伝子で説明するのは難しいと思っていて、うんうん、で、やっぱり遺伝子レベルで言うとほとんど混じってるわけじゃないですか。そうですねで。じゃあ遺伝子じゃないとすると、それは何かっていうと、僕の一つの仮説は日本語だっていうことです。ああ<ー>、ね。仮説なんですよ。ね、で、だから日本語というのを使いこなしてて、それで脳のシステムなんかも日本語っていうものでいろいろ情報を整理するようになると、うんうん、それがやっぱり日本人を作ってるじゃないか。だから日本ってそれは環境でしょうって言うけど、突然そこの環境に、 外国人連れてきて、そういうものが手に入るかっていうと難しくて、だからその日本語っていうものの蓄積したソフトを使いこなしてるうちに自分の脳がそういう能力を持つんじゃないかなっていう風な仮説なんですよね。なる,ねなるほど。 僕もあのその間ぐら美学ってセンシビリティかなだから建築も含めて、うん、だから少し日本もおかしいところもあるんですけど、フィンランドとか行くと、うん、こう建物からこのドアの取ってから、うん、こうナイフから全部なんか同じような人たちがこう作ったような感じで,、うん、で、フィンランド行くとフィンランドっぽい人たちと動き方とか喋り方があるので、あそこなんか結構統一したセンシビリティがあるような気がして、で結構アメリカってこうガチャガチャいろんなものが混ざってて、あんまりピシッと閉まってない。 けれどもフィロソフィカルなところはこう芯が立てたりすると思うんですけどもやっぱりまあ細かいっていい意味でも悪い意味でも多分日本人っぽいんじゃないかなんか狭いとこで細かいことをみんな気にしてるっていうのもなんかあるのかなそれがこう手の動きに出てくるんじゃないかなっていうでも結構この手先ってあるあの脳のセラピーの病院があってで彼ら何してるかっていうと例えば脳でちゃんと動かないやつも例えばこのスパイラルのものをずっと触ってると頭が動くようになると うん、っていうのがあるのでだから結構手先とか体の動きと、うん、その自分のこう脳の動き方ってもちろんなんですけどうん、うん、つながっていてでその手の動き方でセラピーをするっていうことが、うん、やっぱり頭の動き方で手の動き方も結構コントロールできてるんじゃないかなっていう気もするんですよねだからその頭の動き方にとってやっぱその言語をどう使ってるかっていうのはすごく重要な部分を示すんじないかなあのあのこの間ある会でその日本語で大規模言語モデルを トレーニングすると、うん、単語のこうトークンの数、うんえー、あの、日本語でやると倍ぐらいかかるって言われていて、<laughs> みんな不思議があったらなんですけども、<laughs> うん、僕、いや、でも日本語で喋ると、あなたたち倍ぐらい同じこと言うのに時間かかるので、当たり前じゃんって言って。うん <laughs> 多分ね、日本語って結構回りくどいし、いロジカルじゃないので、えー、コンピューターを理解しづらいみたいなんだけども、うんうん、でも、日本語のこの回りくどさと、この細かさって、なんか、どういうにつながるか<笑><笑>そこを言語学者にちゃんとやってほしいなと思って。面白いですよね。うん、すごい面白いだなと思って。うん、だから、そこは、ら僕ら、外国人もスタッフ、その200人のうち、もう半分以上、200人ぐらい外国人いたんですけど、えー、やっぱし、日本語が喋る、 ことが割とね結構喋れるやつが多いあのいたり来て勉強するんだけどなんかそれは彼らの設計能力とちょっと関係があるような気がしてます、ね、あー面白いですねくまさんの事務所ではコミュニケーションツールとして日本語のオノマトペを使うそうですパラパラが足りないギザギザが強すぎるツンツンしすぎているなど動きや質感を音で表現しながら設計を進めていくそうです 日本語は世界中の言語の中でもオノマトペが豊富だと言われています。日本語の上手な外国人スタッフと設計能力の関係はこんなところにも隠れているのかもしれませんね。クマさんとジョイさんの話、来週も続きます。お楽しみに番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて、 次の問題の答えを入力してください。まさんが新たな素材や構造に挑戦することが多いという博覧会などの仮説の展示を何というでしょうか大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また、変革コミュニティのメンバーは答えをお見せサイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。デジジタルガレージは 危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください Web3 is here join us join the first penguins New context designer. Digital Garage.